はい、じゃあクロッタマエコとドクターゲフィオナ、お疲れです。お疲れです。まあフィオナとエコっていうとね、ドーム的には比率が高いキャラなんだけど、はい、風と土、開幕、おみ足を出して、でも EF してフォローしていく、ロンゴ、ジャッシーかぶせに行く、BBC、ヘブンズ、少し距離取って、昇竜警戒、ヘブンズホール、さあ、恨まると見せかけて打撃重ねるが、ガード、おっとフィオナのケツに当たったぞ。おみ足当たる、段確定からジャンイをかぶせて裏回り、おっとグランディワイドリターン中止、ヘブンズさあ裏回りが着地する形になって画面端固められる、ここで動く、土地盤が押し返されてジャインかぶせるがドバで離してヘブンズホール、すかし投げからの下段、ちょっと最後の下段あれですね、そのまま繋げられたらよかったっすね、さすがに。はい、じゃあ次はデモドロシ、俺とアナンサキ、じゃないよ。じゃない、誰か喋ってて、誰でもいいや。はいはい、じゃあどっち、あ、はいはい、だって何喋ってたらいいか分かんないんですもの。キーネルじゃ行って1回戦で負けてきました。はいはい、で 1P 側がデモさんのドロシーで、 2P 側が名前飛んだ、あ、アナン先生のサキ、ごめん名前飛んじゃった。はい、水、水、あ、さっきで見つかったもんね。なんかドロシーに水って結構ねえ、おかしい、おかしくないわけけど、選ばない、選ばないと思うんだけど俺は。まあはい、はい、引っ掛けてってダメだって、はい、 4D からバースト、はい、カウンター引っ掛けてワンコン持ってって締めて、そこから置き攻めは裏で失敗した感じ、はい、固めてって裏、見えねえよあんなの、もうブリューが漏れて、ブリューじゃねえや、なんだっけあれ、はいはい、で 4D から固められて、ブリューナ外した、裏めくったけど当たんなくて、クラウ創殺から1本目取っていく、はい、2ラウンド目突破な、デモさんがジャンビーを買ってからワンコン持ってて締めて置き攻め裏、見えねえよ、はい、はい、さあトリプルが使ってで、そっからまたカードがミスる、で、アナ先生が持ってって締める、置き攻めはアシャッフルで拒否、はい、ビーム盗撮からシャッフルが読まれて、そこから持っていく、ワンコンで体巻いて固め、投げる、もう一回投げない、投げを露骨に狙ってたけどバーストして、おーっと、はい、1ラウンド取り返していくデモさん、固めてカードを巻く、遠征試合、おーっとカウンターでもらったけどダメで、ジャンビーが引っかかる、でまたカードをばらまいていって、アイで使って、お
おーっとまたカウンターから持ってこれない。でアナン先生がワンコン持ってつく締めて置き攻めで見えねえ女もゴムで、そう相打ちで、おう下段からめくっていくゴームでワンコン持っていく締めて置き攻めはそれは見えない。本気を出して阿南先生がひどい。うわ次サキトだよ。ゲームオーバー。はいはい。はいよ。あい。あ見えるわけねえだろなの。じゃあ次野々ひよなと思いましたバイス。はい、エピ側がののちゃんかな。はい、多分アルカナは変えてこないと思うんだけど、ヒとアイバイスがどうする。あ、大会終わったらケイ君が焼肉をおごってくれるそうです。はい、はい、1回戦さあジャインかぶせてファイアボール対空からのエイブンズフォール落として画面端ジャイン飛ばせない。ジャインが昇竜の出掛かりに当たる。出掛かり出てあったかなあれは。さあここでイクリプス西締めからの草原先端意識して刺すがガーキャンから 2B グブリス。さあ飛び込みちょっとジャンビー遠かった。引っ掛けからダメージを取っていくが届かない。昇竜すかしてここは半角。さあどうして5点。おっと反撃が入らない。さあ突入ここは EF。 おっ6進届かないぞ。さあジャンイダメージ稼いでイグリス壁を作る。さあジャンビーカウンターから稼ぐ。空投げはしっかり抜けていく。ヘブンズ固めジャンイイクリプス壁ホーミングからの中段勝ったなノンヒオナ。はい、モエマスターさんこの後酸欠やるから待っててね。で次ドクタケヒオナとアナンサキアナン先生